いたしました。ファイナリストを紹介していきたいのですが、とってもこの雰囲気が緊張している感じなので、一旦皆さんなんか拍手とかなんか練習しませんかね。はい、皆さん、この観光キャンペーンレディ選考会に来ていただいて本当にありがとうございます。選出大会でのファイナリストの皆さんは今もう心臓の音がこれまでかというぐらい自分のね動機がすごいことになっていると思います。足が震えてる子たちもいると思います。で、私たちにとってですね、ファイナリストにとってですね、力になるのが皆さんの手拍子なんですね。拍手っていう音がこの動機と一緒に同調してだんだん背中を押してくれる力をもらえます。なので皆さん目いっぱい、もちろん応援にね駆けつけている方だけ応援したいかもしれませんが、みんなをみんなたくさんの練習をしてきていますので、みんなを温かく迎え入れていただければだと思います。拍手できそうですか？大丈夫ですか？皆さんいけますか？ありがとうございます。もちろんファイナリストはもちろん審査員、そしてね見に来た皆さんも緊張してるとは思うんですが、はい、皆さんにこやかに、そしてファイナリストが一人でも多くの子が自分自身を表現できるように、みんなで温かく手拍子で迎えてください。それではお待たせしました。厳選なる審査を得て2023那覇観光キャンペーンレディの最終審査に選ばれたファイナリスト8名の皆さんを紹介いたします。エントリーナンバー1、喜友名ひとみさん。エントリーナンバー2、渡辺梢さん。選出されたファイナリスト8名の皆さんです。どうぞ大きな拍手をお願いします。ファイナリストの皆さん、皆さん優しそうな方たちが見に来てくれてますね。それでは皆さんには準備に入ってまいりますもらいますので、大丈夫ですか？私もなんか感電しましたね、緊張が。はい、皆さんにこやかに、そして楽しく最終選考会行きたいと思いますので、これより続けてまいりますのでよろしくお願いします。
それでは審査準備のためファイナリスト皆さんは一旦ご退場をお願いします。8名出てまいりましたが、素敵な方たちがファイナリストとして並んでおりましたね。彼女たちはとても勉強をしておりまして、このステージ開場するギリギリまで皆さんここのステージに立って今日のこの舞台の練習パフォーマンスの、ね、練習を最終確認怠らずにやっておりました。とても今日会場を来てみて皆さんがにこやかに審査員の皆さんも含めてですね、会場にいらっしゃっていることがとても私は心強く思っております。私も緊張が移ってしまいますので、どうぞ皆さんもリラックスしながら見ていただければと思います。今回の審査内容について説明いたします。これより一人ずつ登場していただき、自己紹介と限られた時間内で自分自身を PR するセルフプレゼンテーションを行います。プレゼンテーション終了後、審査員の皆様から質問をいただき、その質問に答える質疑応答とさせていただきます。審査員の皆様もどうぞよろしくお願いします。それでは審査を始めてまいります。エントリーナンバー1、喜友名ひとみさん。みなさん、ハイタイ。エントリーナンバー1番、喜友名ひとみと申します。トップバッターで大変緊張しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。私は現在、那覇市の観光の専門学校で、勤めております。今回このような場所で、披露できるような歌とか踊りとか、楽器の演奏などの特技を私はちょっと持っておりませんので、私が普段行っている授業の形で、自己 PR をさせていただければと思います。本当でしたら私名字が喜友名ですので、空手ができればよかったんですが、ちょっとあいにく空手を習っておりませんので、授業の形で自己 PR させていただきます。それでは授業を始めます。はい、今日は沖縄県の県庁所在地について勉強していきたいと思います。皆さん、沖縄県の県庁所在地ご存知ですか？そうですね、ここ那覇市が県庁所在地となっております。日本には都道府県と県庁所在地名が異なる県は19個しかありませんが、そのうちの一つがここ沖縄県です。そして私たちは観光を学んでおりますね、沖縄の観光客の方が必ずと言っていいほど利用する施設、どこか分かりますか？そうです、那覇空港です。沖縄県は、地面でつながっていない、島国ですので、泳いでくるわけにはいきませんよね。ほとんどの方が飛行機を利用して、沖縄へ訪れます。ということは、沖縄に来るほとんどの方が那覇市に必ず訪れるということにつながりますね。なので、皆さん、観光を志す皆さんは那覇市の観光スポットについてぜひ学んでいただければと思います。今日は世界遺産について、勉強していきたいと思います。沖縄県には世界遺産いくつかありますが、皆さんご存知ですか？今登録されているのは2種類、自然遺産でやんばるの方が登録されていますが、2000年に登録されたのが琉球王国のグスクおよび関連遺産群です。全部で9つ登録されていますが、そのうちのなんと4つが那覇市内に、所在しております。全部言えますか？はい、首里城跡、そしてソンヒャンウタキー市門、四季苗、玉宇伝、この4つです。皆さん行ったことありますか？そうなんです、実は沖縄県地元の方の方が沖縄の世界遺産訪れたことがないって方多いんですね。なのでぜひ皆さん、これは宿題でぜひ訪れて、また感想を聞かせてください。という
観光についての授業を行っております。こういった私の話す力というのを那覇市のために使って那覇の観光を盛り上げるお手伝いができればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではトップバッター緊張の質疑応答に移りたいと思います。審査員の丸野様お願いいたします。こんにちは、丸野と申します。素晴らしいスピーチでちょっとびっくりしてるんですけれども旅行会社で添乗員もされてて、また今専門学校で観光の授業もされてるということで、もう今たくさんいっぱい聞いたので質問がなくなりそうなんですけどこの学校でこの授業とかで一番大変と感じることとかは何かありますか？またその理由もあれば教えていただけますか？やっぱり、私が普段相手にしているのが19歳から20歳の学生になっています。で、まあ、観光はここ2、3年、まあ、皆さんも大変ご存知だと思うんですが、かなり就職が厳しい状況が続いておりました。今年に入ってかなり復活してきているので、また今後沖縄の観光を支える人材育成というところをやっていきたいなと思うんですけど、やっぱり夢を諦める子が、やっぱ目の前にいるときに、まあ、どういった声をかけていくかっていうところが大変なところではあります。ただ観光が嫌いにならないでほしいっていうところは常に伝えておりますので、その仕事をするしないに関わらず、やっぱ沖縄で生まれたからこそ観光というものがみんな好きなものであってほしいなっていうふうに普段指導しております。以上です。ありがとうございます。エントリーナンバー1番喜友名ひとみさんでした。ありがとうございました。緊張していると言っていたのですが、少し審査員が緊張するほど結構授業を受けている気持ちになったんじゃないですかね、審査員の皆さんね。さあ、それでは次の方お呼びしたいと思います。エントリーナンバー2、渡辺小杖さん。中継レポーターを担当しております。県内さまざまな場所から旬の話題をお届けしております。これからは那覇の顔として大好きな生まれ育った町那覇の顔としてしっかりと PR 活動を取り組んでまいりたいと思っております。どうぞ今日は最後までよろしくお願いいたします。さあ、ここからは私の大好きなレシピのご紹介です。待ち時間がありますね題してコズパンの1分クッキング。ありがとうございます。さあ、ここから私の大好きなレシピのご紹介です。今日はゴーヤージュースのご紹介です。これから6月から8月にかけて最も美味しい季節となりますよね。沖縄の県産野菜といえばもゴーヤーですよね。今日はゴーヤーの美味しいジュースのレシピのご紹介をさせていただきます。まずは材料です。4、5人分ですね。まずはゴーヤーの絞り汁1/2カップ、そしてお水もしくは炭酸水、さっぱりめに飲みたい方は炭酸水もおすすめです。3、4カップご用意いただきます。その後にシークワーサー、レモン汁、こちらは最後に香り付けで使いますので大さじ2杯ご用意いただきます。
そしてシロップの材料ですね、砂糖と蜂蜜、まあ、どちらかお好みで選んでください。こちらだいたい目安として2分の1カップ、そしてシロップの材料のお水が2分の1カップ必要になってきます。さあ気になる作り方、とっても簡単です。でまずはゴーヤをきれいに洗っていただいて、緑の部分のみすりおろします。そしてすりおろした部分を布巾に包んで絞ると青汁の完成です。シロップは蜂蜜もしくは砂糖を同じ量のお水で煮溶かしていただいて、最後は青汁とシロップを混ぜたら完成です。もちろんお好みでレモン汁でしたりシルクサード汁混ぜて、さっぱりとした味わいに仕上げてもいいと思います。なんといってもゴーヤーといえば効果効能がたっぷりありますよね。ビタミン C も豊富ですし、女性に不足しがちな葉酸もたっぷり含まれていますので、ぜひ今年の夏はゴーヤーで暑さを乗り切ってご家庭で皆様取り入れていただきたいと思います。以上、コズパンの1分クッキングでした。ありがとうございます。審査会であることを忘れましたね。それでは質疑応答に参ります。審査員の新庄様、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。楽しめてますか？はい、はい、楽しそうです。やって ありがとうございます。アンケートの中で、那覇の魅力を、まあ、紹介していきたいってあったんですが、はい、あなたにとって那覇の魅力って、まあ、簡単に教えてください。そうですね、ちょっと2つ答えがありまして、まあ、県外向けの方でいうと、まあ、その例えばですけど新しくできた第一牧師公設市場だったり、戦後の先人たちが作り上げてきたものとか、そういったものを実際に街に出て感じることもできますし、まあ、観光名所も那覇だけで世界遺産4カ所あったりとすごい魅力的なんですが、個人的に、まあ、那覇市民としてはとにかく便利、住みやすい、子育てしやすい、もうここはまさに今那覇に住んでいて子育てをしている身としてすごく実感しています。ちょっと長くなりました、すいません。はい、ありがとうございます。はい、もう一点だけ、はい、子育て中ですかね。子育て中です。はい、私たち選ぶにあたってやっぱりイベント最優先っていうことにはなっていくとは思うんですが、はい、もしまあ子育てしながら大変だと思うんですが、両立もしくはまあ預かっていただく方とかその辺の問題はないでしょうか？はい、もう家族がバックアップしてくれますので、はい、大丈夫です。安心しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。エントリーナンバー2、渡辺梢さんでした。
こちら沖縄独自の石積みの手法、相方積みが見ることができます。当時の面影、そして首里の街並み、そしてこの木漏れ日がとても癒しの空間ですよね。さあ、首里の街を楽しんでいただいた後は悠久の始まり、首里城へ参りましょう。さて、首里城は見せる復興をテーマに2026年復興を目指しております。今だからこそ見える、今だからこそ体験ができるものとして、3月は沖縄の建物を作るに欠かせない漆喰の原料作りを体験することができるんです。今この体験、そして思い出が数年後も力強く残る、本当に素敵ですよね。ぜひ皆さん、復興された後も足を運んでください。さて、那覇デイブスカイ戻ってまいりました。皆様も那覇の旅楽しんでいただきましたか？那覇の旅へメイサーリよ。ありがとうございます。先に特技披露をさせていただきました。私は沖縄を明るく照らしたい、それが人生のテーマです。2019年青森の女王を務めた経験から大切にしてきたことは2つあります。それは事前の下調べと積極的に対話をするです。日々たまには難しさも感じながらも、ニーズに合わせて PR をしてまいりました。今年は沖縄観光復活となるための重要な年です。ストレスフルな現代だからこそ、那覇で心が癒される旅、そしてラグジュアリーな経験ができる旅など、さまざまな PR に合わせたものが求められると思います。旅の玄関口である那覇は今後の沖縄観光を支える鍵です。私は南帆主としてこれまで培ってきた経験を生かし、現場の即戦力として、那覇が一人でも多くの方の心のふるさとになるよう精一杯取り組んでまいります。皆様どうぞよろしくお願いします。 Thank you for listening. ありがとうございます。しだべさん、緊張されてますか？はい、緊張しますとても堂々としていたスピーチだったので、はい、会場からもね、一緒に応援してくれる方もいたので、すごく温かい雰囲気です。ありがとうございます。それでは質疑応答に参ります。審査員の大城様、お願いします。大城です、よろしくお願いします。お願いいたします。那覇の魅力を聞こうと思ったんですけど、いろいろ、はい、もう伝わったので、違う質問としてですね、まあ、今まで、ね、いろんなご職業だったり、いろんな活動をされてきたと思うんですけども、その中で、まあ、一番これがテンション上がったな、みたいなことがあれば教えていただけたらと思います。はい、大城様、ありがとうございます。私は2019年、青森の女王として1年3ヶ月任期をいただいておりました。その中で3日に1度、月に3、4回、県外、海外へと公務を行かせていただいたのですが、私が青森愛を持ってスピーチをした際に、県外でも海外でも私がハイタイと言うと、皆さんもハイタイと返してくれる、その温かさに触れることもできました。そして皆さんの好きなお酒や飲み方を聞く中で、青森の魅力、それの中でも PR、 さまざまなニーズに合わせてお伝えしてきたのですが、その中で教えてくれてありがとう、こんなのがあったんだね、あたり、また Facebook や Instagram からの DM も、この勧めてくれた青森買いましたよと、いまだに DM をいただくことがあります。これが何にも変えがたい一生の宝物の経験だったなと感じておりますし、すごくこの幸せな気持ちは大事にしたいなと思っております。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。エントリーナンバー3、須永由美さんでした。ありがとうございます。お願いいたします。早速ですが、私
私は今那覇観光キャンペーンレディーになったつもりで、皆様に那覇市の魅力的な場所についてご紹介いたします。那覇市には首里城や式名園、国際通りなどの多くの観光地がございますが、今回はあえて一箇所に絞り、少しディープな泊まり家町についてお話しさせてください。すいません、ちょっと緊張で飛んでしまいそうなんですけど、ありがとうございます。泊まり家町は那覇市にある魚市場です。那覇空港から車で10分ほどの場所にあります。実際に泊まり家町へ行ったよっていう方いらっしゃいますか？ありがとうございます。何名か手を挙げてくださっている方もいらっしゃいますね。それでは皆様にこの泊まり家町の魅力が伝わるようにお話しさせてください。泊まり家町では普段スーパーなどでは見かけることができない、さばかれる前の新鮮なお魚を見ることができます。また解体室もあるため、タイミングが合えば解体を実際に見ることも可能です。私の一番のおすすめポイントは、その泊まり家町内で食堂があり、そこで実際にお食事ができるという点です。市場の雰囲気やお魚を目で見て楽しんだ後に、そこでお食事するお魚はどこで食べるよりも格別です。中でお魚食べたことあるよっていう方とか、購入したことあるって方、やっぱ何名かいらっしゃいますよね。ありがとうございます。また泊まり家町には入り口にスロープもございますので、ベビーカーや車椅子をご利用の方も安心して利用することができる場所です。また泊まり家町では沖縄のお魚を楽しむことができたり、非日常的な市場の雰囲気を楽しむことができたりと、小さなお子様をお連れのご家庭からご年配の方まで、いろいろな方が楽しむことができる場所だと考えております。このように那覇市には歴史的文化的なものが多くある反面、まだ知られていなかったり隠された面白い魅力がある場所がまだまだ多くあります。私が那覇観光キャンペーンレディーになった際には、さまざまなところに面白さを見つけ、それを発信していく力や社会福祉士としての資格を持っているため、その福祉の専門的視点から物事を考えることができるため、より多くの方に那覇市を知っていただき、沖縄や那覇市とさまざまな方をつなげる活動をしていきたいと考えております。また今回、会場の皆様のお力をお借りしながら、この場で自己 PR をさせていただいたように、那覇観光キャンペーンレディーになった際にも皆様とのつながりを忘れず、皆様から愛される存在になります。身長は低いですが、やる気や志は誰よりも高く頑張っていきます。ご清聴ありがとうございました。とても可愛らしい、高く可愛かったです。ありがとうございます。さあ、それでは質疑応答に移ります。審査員の赤嶺さんはお願いします。赤嶺です。家町の、宣伝というか、押してくださいまして、お魚が大好きなようにお見受けしましたけれども、はい、じゃあ私から質問ですが、はい、今福祉関係のお仕事をなさっていると伺いました。仕事や学業で一番大変と感じるところはどういうところでしょうか？やはり社会福祉士の資格を取るのもすごく苦労しまして、その分この合格するからにはもちろん自分の 100% を出し切った状態で試験も臨みたいということで、仕事でもこの何か挑む際には自分が持っている 100% の力を出す努力はしますし、それに向かってこう自分の中で向上心を高め頑張っていくことができます。ありがとうございます。以上、エントリーナンバー4、金城京子さんでした。
ちの思いを込めてたくさんの那覇の魅力を伝えてまいりたいと考えております。すいません、失礼しました。那覇観光キャンペーンレディに求められる役割とは、多くの観光客に那覇を楽しんでいただくきっかけを作り、那覇の経済そして町全体の活性化につなげることだと理解しております。私は約10年間県外で過ごし、子供が生まれたことをきっかけに地元那覇へ戻ってまいりました。日々初めての子育てに奮闘する中で、何度も那覇町の温かい心に助けられ、数ある観光資源の中でも最も大切なものは人であると感じております。宇都井口の心を込めて、ワクワクするような那覇の楽しみ方を発信してまいりたいと考えております。そして私が人と接する上で最も大切にしていることは、傾聴することです。傾聴により相手をより深く知り、相手の目線に立って考えることでコミュニケーションを深めることもできます。学生時代、私は中国からの留学生に囲まれて過ごしました。中国の文化や風習について、彼らが大切に思う気持ちに寄り添いながら理解を深めようと努め、興味を持ってもらいました。また私はすいません、また大好きな沖縄についても中国との共通点を交えながら語ることで、沖縄に対する興味も持ってもらい、7人中3人の留学生が実際に沖縄へ足を運んでくれました。こうした経験をもとに、私はさまざまな形で那覇に携わる人々に敬意を持って耳を傾け、歴史や背景を丁寧に理解し、多くの方に那覇を訪れたいと思ってもらえるように、相手の目線に合わせた言葉でたくさんの那覇の魅力を発信してまいりたいと考えております。本日はご清聴ありがとうございました。終わってないんですねさあ皆さん、この緊張感ね、倒れるんじゃないかと思って緊張していました。吉田さん、実は質疑応答があるんです。大丈夫そうですか？はい、はい、それでは皆さん、お待たせしました。質疑応答を大城様お願いします。はい、すごく緊張が伝わって、私も緊張しそうな感じなんですけど、はい、リラックスして、はい、もういつもの吉田さんでお答えいただければと思うんですけども、今回の那覇観光キャンペーンに、これに応募したきっかけを教えていただければと思います。はい、私が久しぶりに那覇に戻ってきて、地元を散歩してた時に、偶然あの壺屋焼きの、もともとは壺屋焼きが壺屋に集められる前に窯元が3つありまして、そのうちの1つが私の地元の首里の宝口にあるということを知って、もっともっと那覇のことを知って、もっともっと多くの人にお伝えしていきたいという気持ちから応募しました。ありがとうございます。終わりましたよ、里井さん。はいエントリーナンバー5、吉田里井さんでした。時折横から見ていると倒れるんじゃないかというくらい、ね、呼吸も
審査員の皆さん、とても顔が、ね、近く見えるので、この子倒れるんじゃないかなって不安になった方もいらっしゃったと思います。大丈夫でした。やはりね、この緊張感があるステージ、私も審査をされる側ではございませんが、大変緊張いたします。そして知っている方たちもたくさんいらっしゃるので、それもね、ちょっと温かい気持ちになったりもします。さあ皆さん、まだまだ審査は続きます。それでは続いての方お呼びします。エントリーナンバー6、金城春菜さん。将来性を感じます。ぐんぐんこれから成長していくんじゃないかなと思うんですけど、春菜さんが三線とか太鼓を習ってて身についたこととかはありますか？自分の中で成長につながったこと。はい、はい、私は8歳の頃から山川真由美先生のところで三線を習っていたんですけど、真由美先生は三線だけでなく礼儀作法やマナーなど挨拶とかも厳しく注意してくださる先生でした。ですので三線の集まりとか行っても真由美先生のところの生徒はお利口さんだねっていつも言われるくらい真由美先生には厳しく育てられましたので、マナーや礼儀作法とか笑顔など真由美先生から教わりました。以
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？はい、はい、ありがとうございます。エントリーナンバー6、金城春菜さんでした。ありがとうございました。私がミス那覇になりたいと思ったきっかけは、お年寄りを助けたいと思ったからです。ある日のウォーキング中、道で転んで立てなくなっているおばあちゃんがいました。大丈夫ですかと声をかけ、体をそっと起こし、手をつないでお家まで送りました。おばあちゃんも見ず知らずの私に声をかけられて、とてもびっくりしたかもしれません。私もコロナ禍になり、道端で人に声をかけることはなかったので、とても緊張しました。足腰も悪く、耳も聞こえにくい中、急な坂道のお家にあるおばあちゃんは一人暮らしをしていて、テレビをつけてもらおうと外に出たところ、道で立てなくなっていました。この日はとても寒かったので、私が勇気を出して声をかけたことで、おばあちゃんを無事にお家に連れて行くことができ、ほっと一安心しました。このおばあちゃんみたいに困っている人はたくさんいるかもしれない。知ってもらいたいし助けたいと思い、私はミス那覇になりたいと思いました。困っている人に耳を傾け、声をかけ、思いやりを持って行動することで、緊張はしますが、勇気がいることですが、これこそゆいの心だと感じました。まずは私たち一人一人が思いやりを持って行動することで、お年寄りや人に優しくしたり、観光で訪れる人にもゆいの心を伝えたい。ぜひ私がミス那覇になりましたら、感謝の気持ちとゆいの心を持って、私ができることを一生懸命頑張ります。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。それでは質疑応答に移ります。審査員の新庄様、お願いします。緊張しました。はい、緊張しました。すみません、噛んでばかりで。ここの踊る胸ときめく街は、はい、どんなとこですかね。那覇市のですか、はい、そうですね、那覇市はまずたくさんの乗り物に乗れることだったりとか、その一人一人にとって好きを見つけられる瞬間が多いところなんじゃないかなっていうふうに思ったところですね。お買い物もできたり、自然もたくさんあったりとか、世界遺産もありますし、自分のこれが好きっていうところに、なんだろう、まっすぐ行けるというか、好きをキャッチできるところがたくさんあるので、そこが私としては心躍るときめくところだなと感じました。ありがとうございます。ありがとうございました。エントリーナンバー7、知念すみれさんでした。ありがとうございました。
さあ皆さん、次が最後のファイナリスト登場になります。ちょっとだけ拍手元気なくなってきたんじゃないでしょうか。皆さん大丈夫ですか？元気ですか？皆さん大丈夫ですね。はい、まだ続きますよ。さあ、一番最初と一番最後、それぞれ緊張だと思います。そう、ここで皆さんの拍手が必要になっておきますよ。それではエントリーナンバー8、平真美さん。私はダンスを約7年間続けており、一昨年には沖縄県代表として全国大会に出場し優勝することができました。この写真は新聞に掲載されていた時の写真です。現在はフリーで活動していて、主に那覇を拠点に被写体やイベントなどいろいろ出演し、沖縄で活躍したいという目標とともに頑張っております。この写真は私を応援してくださっている方々が撮ってくださった写真です。続いてこちらは首里で撮影した時のものになります。沖縄の伝統衣装琉装を着て撮影した時です。そして那覇について思い浮かぶものを SNS を通して皆様に聞いてみました。一番多かった意見は沖縄の玄関口という意見が一番多かったです。那覇には魅力的な観光地がたくさんあり、他にもたくさんいろんな観光地がありますが、まだまだ知られていない観光地もたくさんあり、もっと知られてほしいなと思ったのとともに、那覇キャンペーンレディーを通して私も那覇のことをもっと知りたいなと感じました。那覇生まれ、那覇育ち、那覇を好きな気持ちは誰にも負けません。キャンペーンレディーに選ばれたら、インフルエンサーとしての活動を活かしながら県内外の方にもっと那覇の良さを伝えれるように頑張っていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。震えていましたが大丈夫ですか？はい、はい、ありがとうございます。それでは質疑応答に移ります。審査員丸野様、お願いします。こんにちは。またお若いんですけれども、はい、なんかダンススクールでアンバサダー、はい、アンバサダーをやっていただいたり、はい、SNS インフルエンサーコンテストなどにも参加しましたってあるんですけど、はい、どのようなコンテストになってるんですか、こちらの。SNS を使った拡散力など、Twitter や Instagram をはじめ、ライブ配信アプリなどで拡散力を競うコンテストに出場し、沖縄の紅賞という流装の賞をいただくことができました。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ今後あの観光レディに選ばれましたら、はい、情報発信でもやっていくっていう感じですか？拡散力には自信があるので、県内外の方にもっと母の魅力を伝えていきたいです。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。エントリーナンバー8、平真美さんでした。以上8名のファイナリストのプレゼンテーションを滞りなく終わったところです。審査途中で見ていて倒れるんじゃないかという子たちが
3名ほどいたような気がしますが、皆さん大丈夫でしたね。ちゃんと2本の足で立っていましたね。安心しました。さあ、それでは審査に参るんですが、審査員の皆様、ファイナリストもう一度登場していただけますので、皆様どうぞ大きな拍手でファイナリストをお迎えいただければと思います。それではファイナリスト、もう一度ご登場いただきたいと思います。エントリーナンバー1、喜友名ひとみさん。エントリーナンバー2、渡辺梢さん。審査員の皆さんもそうですし、会場にいらっしゃる皆さんも特技だったり声を聞いてみたり、あ、こういったことがあるんだなっていうのをね、皆さん魅力十分伝わったと思います。やっと今緊張感から解放される彼女たちに大きな拍手をお願いします。それでは審査員の皆様、別室にて最終審査の集計をお願いします。どうぞご移動ください。それではファイナリストの皆さんも一礼をし、一旦ご退場お願いいたします。皆様どうぞ大きな拍手をお願いします。8名が揃っていましたので、審査員の皆さん喧嘩しないでくださいね。さあ、それではどうぞ皆様審査をお願いいたします。審査の集計の間、